学童保育とは、主に日中保護者が家庭にいない小学生児童に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業の通称。従来、学童保育は、親の就労支援の観点から捉えられることが多かった。父母が働いている児童の養護については、児童の権利に関する条約に定めがある。 世界的には学童保育についてより積極的に位置づけ子供をサービスの消費者あるいは指導の対象と見るのではなく成熟した市民社会を形成する大人を育てるという観点から子供が放課後の生活を主体的に作ることができるような制度設計が行われるようになっている。日本での児童福祉法での法律上の正式名称は放課後児童健全育成事業で 厚生労働省が所管する。同省の省令や局長通知などでは、放課後児童クラブの子が用いられる。事業を実施する施設は、放課後児童クラブ、学童クラブ、学童保育所等と呼ばれるが、自治体や設置者によって名称が異なる。略称は、学童あるいは、児童クラブ。放課後児童クラブは保護者の保育にかける児童の安全を守る場であるとともに、 学齢期の児童が自立するための成長支援、健全育成を実践する場でもある。仕事と子育ての両立が国を挙げて、課題となる中で、特に保育所を利用していた家庭にとっては、子供が卒園して、小学校に入学しても保護者が安心して、就労、介護、病気治療等を継続する上で、不可欠の制度であり、また母親等が小学校入学を機に、 職場復帰を希望するケースも多いため、地域によっては申請が殺到して待機児童が生じるほど需要が高い。待機になったり生活圏に放課後児童クラブ施設がなかったりして入所できないと保護者の就労等に大きな不都合が生じるため、小一の壁とも呼ばれて社会問題化している。かつては仕事を持つ親が自主的に父母会や任意団体を結成して、 放課後児童クラブを立ち上げたり、自治体が条例で制度化して、直営の放課後児童クラブを実施するケースが多かったが、放課後児童クラブのニーズが増え、内容も多様化するとともに、民間参入が盛んになった。年表放課後児童クラブ施設の統一的な呼び名は、なく、地域や自治体、設置主体によって様々である。主な呼び名には、放課後児童クラブ、学童クラブ、 学童保育所、留守家庭児童会、児童育成会などがある。略称として単に、学童あるいは、児童クラブと呼ばれる。東京都板橋区の i k i d 事業のように、放課後児童クラブと全児童対策事業を包括的に実施している例では、放課後児童クラブと全児童対策が同じ呼び名という場合もある。また、放課後児童クラブの民間参入が進んだ地域では、 社会福祉法人や株式会社など運営事業者が独自のブランド名を冠している例もある。文部科学省と厚生労働省が共同で行っている放課後子ども総合プランでは放課後児童健全育成事業については遊びの場と生活の場として位置づけられている。厚生労働省は放課後児童健全育成事業の内容として以下を挙げている。 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定遊びの活動への意欲と態度の、形成遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと、放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡過程や、地域での遊びの環境づくりへの支援その他、放課後児童の健全育成上必要な、活動放課後児童クラブの機能は多様だが、 全国的に共通するものとしては主に以下が挙げられる。放課後児童クラブの設置根拠は、児童福祉法第6条3の第2項に基づく。この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が、労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童更生施設等の施設を利用して、 適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業を言う。児童福祉法第6条3の第2項より、総務省 E ガブもともと放課後児童クラブは、第2次世界大戦以前より、共働き家庭や、一人親家庭の自主的な保育活動として始まったと、される。高度経済成長期には、共働き家庭の増加と、各家族化の振興でいわゆる、 鍵っ子が増加したことから放課後児童を保育する需要が高まり、1998年に児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を行う第二種社会福祉事業として法制化された。現在は少子化対策として成立した次世代育成支援対策推進法に基づく児童福祉法改正による子育て支援事業の一つに位置づけられている。 かつては条文中に、おおむね10歳未満の児童という文言があったが、これは運用上の目安であり、自治体によっては10歳以上でも利用できる状態だったが、現在は改正法により、単に児童という表現になったため、通常は第6学年まで利用が可能である。以前は募集を新3年生までとしている自治体でも、 障害のある児童については一定の要件を満たせば6年生まで利用できる場合がほとんどであった。現在は障害のある児童の受け入れに対する助成や補助金を出すことで受け入れを促している形になっている。厚生労働省は放課後児童健全育成事業の実施についてにおいて4年生以上の児童の積極的な受け入れについて配慮するよう通知した。その後、 現在のような様態となっている。なお、民間事業者の放課後児童クラブで自治体から補助金を受けない場合は、積極的に6年生まで受け入れるケースもあった。設置状況2013年5月1日現在の設置施設数は2万1482箇所、登録児童数は十八万千二百五名である。全国の小学校数は二万四百六十であり、 ほぼ一校につき一児童クラブの割合である。全国1718市町村において放課後児童クラブ施設を設置している。市町村は1610にある。携帯放課後児童クラブ施設には公的機関が設置したものと民間事業者が設置したものがあり、運営の形態によって公設公営、公設民営、民設民営の3種類に対別される。最も多いのは 自治体が直接運営する公設公営で2013年5月現在8400カ所と全体の40%を占め、これに社会福祉協議会等の公共団体が運営するものを加えると約50%が公設公営学堂であるが比率は年々減少している。これに代わり公設の施設の運営を民間に委託する公設民営学童が増加しており、 地域運営協議会や父母会が運営するものや社会、福祉法人、NPO 法人、株式会社等が指定管理者となって運営するものが含まれる。自治体が人件費を削減するために放課後児童クラブの運営委託を進めた経緯があるが、特に指定管理者制度は数年ごとに指定を見直すため安定性、継続性のある放課後児童クラブ運営について、 不安の声が全国学童保育連絡協議会から挙げられている。民設民営児童クラブには運営委員会、父母会、任意団体あるいは個人が設置、運営している施設も含まれる。運営委員会とは地域の児童福祉関係者、保護者代表、支援員等により構成された組織で自治体からの支援を受ける条件となっている。父母会とは保護者自身によって構成された。 組織の放課後児童クラブにおける一般的な名称である。このほか私立保育園、保育系株式会社、NPO 法人に加え、異業種からの参入により設置、運営されているものもある。これら異業種企業が展開する児童クラブの中には、習い事と区別が難しいものがある。補助金を受けない場合は、自治体の放課後対策当局との連携も不要な。 ことから、運営レベルの一定化が難しく、学習指導や夕食提供、入浴、長時間預かりなどサービスを売りにする一方で、児童福祉法が目的とする自立性等の健全育成理念に沿わないものや、児童一人当たりの床面積が放課後児童クラブの設置基準を満たさないもの、支援員等の専門性に問題があるものなど、放課後児童健全育成事業による、 放課後児童クラブとは異なるケースもあるので注意が必要である。また、厚生労働省をはじめ公的機関が実施する放課後児童クラブの状況調査では統計の対象に含まれないか実態がつかめていない場合がある。近年、小学生は減少している。それに伴い、小学校の空き教室を放課後児童クラブ施設に転用する例が増えている。 年間を通じて運営されるが、通常利用日と1日利用日に対別できる。公設、民設とも土曜日会所の施設が多い。日祝祭日はごく一部を除いて閉所している。児童は通常利用日には授業終了後に、当初し、1日利用日には朝、自宅から当初する。通常利用日学校の授業終了後に、当初する。 校舎内の児童クラブなら教室間の移動、敷地外であれば校門を出て通学路経由で当初となる。校設学堂は基本的に小学校区と連動しているので低学年でも徒歩で当初できるが駅の近くや商店街等に実地するテナント型の民設児童クラブでは学区外ということもある。私立小学校の児童は校設でも 電車やバスで遠ところするケースがある。下校指導は小学校の管理で、学年ごとに下校時刻も異なるため、基本的には児童各自の当初である。児童は宿題、おやつ、遊び等をしながら、決められた帰宅時刻に交渉する。入学直後の1年生や日の短い当期は保護者、お迎えということも多い。遊び場所としては、児童クラブ施設のほか 小学校校庭や児童館、近隣の公園など立地条件により様々であるが日常的に外遊びができるよう配慮されている。中抜けが可能な児童クラブでは習い事などのために児童が途中で出かけまた戻ってくるということもある。異年齢の集団が大人数で過ごすため生活時間やルールは施設ごとに決めて運用している。 よく設定されているものとしては学習タイム、おやつ、当番仕事、帰りの回答がある。80名を超すような大規模児童クラブではあえて、時間をずらしたり、自由おやつにしたりといった工夫も取られる。放課後児童支援員及びその補助員は、児童の出欠及び居場所確認、体調確認、活動や遊びの提供、集団指導、適切な環境設定、おやつ提供、怪我や、 体調不良の対応、その他連絡業務等を行う。児童、保護者、学校、地域と密接に関わるため信頼関係が重要となる。第二の家庭とも呼ばれ、支援員等のことを、あえて、先生と呼ばせないよう徹底している学童もある。閉所時刻は、自治体、事業者によって異なるが、18時までは通常、利用できることが多い。 公設民営や民設民営では夜間は別料金の延長利用制度もある。公設民営ではおおむね19時まで、民設民営では遅いものでは22時まで利用できるものもある。夜間利用は保護者の要望と事業者の思惑が一致したものだが夜間まで向上的に児童クラブで過ごさせると児童の情緒安定への影響やその過程が本来持つべき保育機能が 獲得できないなど問題も生じる。1日利用日学校の授業がない平日には朝から児童クラブを利用することになる。通常利用は8時半また9時からのことが多い。公設民営、民設民営では朝の延長利用制度があり7時半頃から利用できる。昼食は 持産弁当となるが、長期休み等には保護者の負担軽減の試しだし、弁当サービスを設定することもある。自治体直営の公設公営児童クラブでは、支援員等は公務員なので、現金を扱えないことから、弁当サービスを行わないか、父母会が会計担当を立てて行っている。食休みをした後は、上期の通常利用日と同様である。 行事日常活動に取り入れる継続的な行事と季節感を養う目的から設定する年間イベントとしての行事、また家族合同行事や児童館あるいは他児童クラブとの交流行事等がある。地域の祭りや商店街イベントに参加したり、児童館や民間のキッズイベントに参加したりすることもある。日常行事の典型例としては将棋、囲碁の講座や大会、 剣玉や折り紙など伝統遊び、サッカー大会、集団遊び、工作、手芸、イラスト大会等がある。食育の一環として、野菜の栽培やクッキング行事も盛んに行われる。季節行事の典型例としては水遊び、ハロウィン、クリスマス会、餅つき等がある。自治体、事業者によっては、宿泊を伴うキャンプも行われる。 放課後児童クラブ施設で児童の保育にあたるものは、従来児童の遊びを指導する者任用資格など、一定の要件を満たしていればつくことができ、学童指導員や学童の先生、児童クラブの先生等様々に呼ばれ、なおかつ他の要件を持って行うこともできたため、統一された資格要件も存在しなかった。2015年度からは、 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第10条に基づき、事業所ごとに放課後児童支援員を配置することが義務付けられたごとに2名以上、ただし1名を除き補助員を持って変えることができる。放課後児童支援員となるには、児童の遊びを指導するもの人用資格等の要件を有した上で、都道府県知事による 認定資格講習を修了する必要がある。都道府県知事認定の資格だが、教育職員免許状の普通免許状と同様、認定を受けた都道府県以外でも、効力を有する。なお、2019年度までは経過措置として、認定資格研修を修了したものではなく、修了することを予定しているものが、放課後児童支援員となることもできた。 2020年度以降に認定資格講習を終了していない場合は、補助員としてであれば、勤務可能としている。放課後児童支援員以外の児童クラブの先生については、統一的な名称は存在せず、保育士や教育職員免許状のような国家資格制度もない。厚生労働省令、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条では、 資格要件を児童の遊びを指導する者人用資格としており、これは児童館職員と同様である。また児童養護施設職員とほぼ同様である。具体的には、保育士資格か社会福祉士、幼稚園、小学校、中学校、高校のいずれかの教育職員免許上、あるいは社会福祉学、心理学、教育学、社会学等の学士以上の学位等があれば、 児童の遊びを指導する者の任用資格は満たされる。また、特に非常勤指導員の場合は、任用資格を満たさなくとも、子育ての経験、子供に関わるボランティアの経験等があればよいとする、自治体、事業者も多い。放課後児童支援員に対する補助員は、特段の資格は不要だが、児童の遊びを指導する者の任用資格や、2015年から開始された、 子育て支援員のうち、放課後児童コースの資格認定者など、一定の基礎知識があるものが推奨されている。放課後児童支援員の資格認定研修の受講資格と研修での受講科目受講資格放課後児童支援員は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の第10条3で規定している以下のいずれかに該当し、 各都道府県が行う研修を終了したもので、なければならないとされる。第10条3考加後児童支援員は次の各号のいずれかに該当するものであって、都道府県知事が実施する研修を終了したもので、なければならない。上記の要件のほとんどは、児童の遊びを指導する者任用資格にもなっている。資格認定研修の受講申し込みにあたっては、要件を満たしていることを証明する者ないしはその、 写しのを要するただし、第9号内しは、第10号に該当する場合は、都道府県によっては、事前に受講資格を満たしているかどうかを審査の上で、受講可否の判断となるので、申し込み先への事前の問い合わせが必要なケースもある。なお、第4号については、かつては、学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、 高等学校及び中等教育学校の教諭となる資格を有するものとなっていたが、教員免許更新制の兼ね合いから免許状を有するもののうち、いわゆる執行状態の旧免許状を有するものへの文句を広げるため、第10号については、高等学校等を卒業していなくとも、放課後児童支援委員への道を開くため、平成30年厚生労働省令第46号により一部、 改正された放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準によって変更及び追加されたものである。受講科目以下に示す16科目すべての終了を要件とする。1科目の講義時間は全て90分と規定されており、受講後のレポートの内容などを加味して認定可否が決定される。16科目すべて合格した場合は、 終了認定の証書が交付される。ただし、一部の科目を欠席した場合や、提出レポートの評価がかんばしくなかった科目あるいは、未提出の科目があった場合は、認定された合格科目名が記載された一部科目認定証書が、交付される。上記事項資格対象者のうち、同厚生労働省令第10条3で、第1号に回答するものは2、2、2、2, 2の4科目。 同じく第2号に該当するものは2、2の2科目、同じく第4号に該当するものは2、2、5の2科目がそれぞれ免除をされる。ただし、希望すれば受講することもレポートを提出することも可能である。ただし、一部科目認定証書の発行を受けたもので、翌年度以降に一部科目認定証書を添付の上で受講申し込みをした場合、一部科目認定証書に 被災の科目と免除の対象となっている科目以外の科目のみ受講して、レポートを提出すれば、終了認定の証書が授与される。また、受講の費用は、都道府県により、有料の場合と無料の場合がある。なお、認定講習にあたっては指定テキストを持参して、受講する必要があるが、こちらについては、受講者が別途購入して、認定講習の際に持参する必要がある。 このテキストは受講案内と合わせて出版社が受講者向けにパンフレットを配布してその要項に従って申し込めば版元から直接送付されるが一般の書店でも入手可能な書籍となっている放課後児童支援員等の待遇自治体の財政難や事業モデルの不安定さから支援員等の給与は一般に低いまた年度内の児童数変動が大きいことや 障害のある児童の利用状況によって、配置人数を細かく調整する必要があることなどから、食卓やパート、アルバイトなどの非正規雇用も多く、平均勤続年数は短い。業界全体の課題として、待遇は不十分と言える。児童の安全を預かる責任の重さや、モンスターペアレント対応、生命に関わる食物アレルギー対応など、求められる仕事が、 複雑化しているにもかかわらず経験の豊富な支援員等が育ちにくいという課題がある。厚生労働省では、処遇改善のため、18時30分以降も、解消している児童クラブへの助成金の増額に加え、支援員個々に対しては、都道府県あるいは市町村が行う研修の受講を推奨しており、放課後児童支援員等支出向上研修などの名称で、 放課後児童支援員、認定資格研修修了者などへの喚起を促している。放課後児童支援員に関連する民間資格公的資格である放課後児童支援員のほかに児童クラブ職員としての専門性を証明するための民間資格が存在する。比較的大規模なものとしては以下のものがある。放課後児童クラブ施設を設置、管轄する自治体の議会や 利用者団体である学童保育連絡協議会、またマスコミ報道等において放課後児童クラブ事業の課題がしばしば取り上げられる。代表的な課題としては以下のようなものがある。児童福祉法社会福祉法子ども、子育て支援法厚生労働省令厚生労働、小通知ギリスでは学童保育施設は学校内に設置されており、所管も 学校担当の省庁と同じである。2005年からは、拡大学校として、すべての学校で8時から18時まで、学童保育が実施されることとなった。また、教育効果を上げるため合わせて、学習支援やクラブ活動、親のサポート、地域住民への施設開放なども行われている。国の監査機関であるウフステッドによる学校の評価では、学童保育の実施状況も、 対象となっている。フランスでは平日の放課後の通常期間に利用できる予科センターのシステムがある。また同じ拠点を利用して学期間休業中にグループで予科活動等を行う長期休暇センターのシステムも整備されている。アメリカでは子供が放課後の時間帯に犯罪等に巻き込まれることが多いとされ安全な環境で 放課後活動を実施することがリスクを回避しつつ、有益な活動を行う機会になると考えられている。アメリカ教育省は、貧困層の多い地域の放課後活動に対して、補助金を交付して、補修や語学教育などの支援を行う政策を実施している。放課後児童健全育成事業について、厚生労働省 A F I J、ABCDEFGHIJ、 子供の放課後の未来が駆動保育の現状と課題。国民生活センター。2017年12月5日閲覧。仕事と家庭の両立支援。厚生労働省。2011年放課後子も総合プランについて文部科学省。厚生労働省放課後子も、総合プラン連携推進室。平成13年12月20日。雇い児育発。 第114号厚生労働省雇用金等、児童家庭局育成環境課長通知、放課後児童健全育成事業について、厚生労働省学童保育は、どこが運営しているのか、学童保育の実施状況調査の結果がまとまる、ピアニッシモ、7、全国学童保育連絡協議会プレスリリース、2013年8月5日2015年4月、学童保育に、 新しい資格誕生。放課後児童支援員とは、ブラシュップ学び厚生労働省は、放課後児童指導員と呼ぶが、後日の日本放課後児童指導員協会が認定している民間資格、放課後児童支援士資格とは異なる。平成26年放課後児童健全育成事業の実施状況、厚生労働省、平成26年11月7日付報道資料。 昭和23年12月29日厚生省令第63号総務省委員アブこれは放課後児童支援委員の受講資格に関して教育職員免許状を授与されたものについては2018年に省令上の文面が変更されたことからも明確になっている放課後児童クラブの職員だけでなく児童館職員も児童の遊びを指導する者任用資格がないものの 場合は、臨時職員扱いの児童館補助員として補助的な業務を行い、2年後に本来の食卓職員に切り替えることが可能となる。ただし、自治体からの採用の場合は、食卓は更新制度はあるが、臨時職員は2年を超える更新ができないと定めている自治体もある。子育て支援員には4つのコースが存在し、放課後児童クラブに関するものは、このうち、 放課後児童コースとされるこの資格はいずれのコースも都道府県内市は都道府県が委託した団体や企業が認定するものとなっており根拠となる省令上の規定は存在するが国家資格やそれに準ずるものではなく性質としては民間資格に近いものとなっている資料4放課後児童支援委員の基礎資格の拡大について厚生労働省省令上は レポートの内容や研修の理解度については評価の対象とされないとしているが、都道府県の判断により、記載内容が明らかに研修の内容から逸脱している場合や、担当した講師に対する公表に過ぎないものについては、再提出の対象ないしは提出したものとは、みなされないとしている。放課後児童支援員、認定資格研修教材編集委員会編長。 放課後児童支援委員、都道府県認定資格研修教材認定資格、研修のポイントと講義概要中央法規出版2015年、もしくは、放課後児童支援委員、認定資格研修教材編集委員会編著放課後児童支援委員、都道府県認定資格研修教材認定資格、研修のポイントと講義概要中央法規出版2020年、認定児童構成員資格制度、 一般財団法人児童健全育成推進、財団平成10年度まで存在した公的資格、児童構成員とは無関係である。ただし、この資格取得には児童の遊びを指導する者の任用資格を有するなどの要件を満たした当該施設の現職であることを要するが、現職でない場合であっても、二級指導員内市は一級指導員については家庭認定がなされた。 大学、短期大学及び、専修学校での取得も可能となっている。別紙時、研修参加対象者、PDF 一般財団法人児童健全育成、推進財団認定キッズコーチ、一般社団法人キッズコーチ協会、認定キッズコーチとは、一般社団法人キッズコーチ協会、キッズコーチ検定、一般社団法人キッズコーチ協会、キッズコーチ検定とは、 一般社団法人キッズコーチ協会、放課後児童指導員資格制度、日本放課後児童指導員協会学童保育士、協会認証資格、日本学童保育士協会。ありがとうございます。